こんにちは、トモズ管理栄養士の大塚です。今回は目の疲れにおすすめのブロッコリーのアヒージョ風炒めをご紹介します。ブロッコリーは食べやすい大きさに切ります。しめじは石突きを切り小房に分けます。ブロッコリー、むけえびを下茹でします。熱したフライパンにオリーブオイルと刻みニンニクを入れて少し炒めます。むけえび、ブロッコリー、しめじの順に入れさらに炒めます。最後に塩コショウで味を整えて完成です。ぜひ作ってみてください。ブロッコリーにはビタミン C だけでなくビタミン A も豊富に含まれています。ビタミン A は脂溶性のためオリーブオイルなど油で炒めることで吸収率がアップし効率よく栄養を摂ることができます。以上、管理栄養士の大塚がお届けしました。